はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、メンテナンスが、明けましたので、ちょっとまずはお知らせをちょっと簡単に見ていって、でどうやらなんか最強のなんか大谷さんがまた登場したらしいので、その選手パックもちょっとご紹介できたらなというふうに思っております。じゃあ早速まずお知らせから見ていきましょうか。はい、でまずメンテナンス内容、1つ目、 SE アワードウィナーの MVP が登場しましたよといった形で、まあ言ってしまえば今回の賞を取った方が登場してますよといった形ですね。はい、もう最強の能力でみんな登場してるので、この全員後からちょっと見ていこうと思ってます。はい、で2つ目ですね、またこれとは別でアワードのコンテンダー選手カードが登場してますよといった形で、このコンテンダーは何なんやろ、どういったあれで選ばれたのかよくわかんないですけど、活躍した選手でいいのかな、要は。オッケーです、オッケーです。これもちょっとね、全部で、何人かいましたけど、ここから抜粋して5人ちょっとご紹介できたらなと思っております。なんか使えそうな光る選手もいたので、うん、ちょっとこの人も含めて選手紹介していきますので、だからこっからは5人とで、上のアワードウィナーからは7人全員紹介していく形で、計12人紹介していこうと思ってますので、はい。であとは、まあ、ログインボーナス、まあ、ログインイベント来てますよといった形で、確かに皆さん言ってましたけど、選手パックが来なくなりましたね。プラチナ選手パックが。はい。やっぱね、メジャーリーグ30球団あって、結構選手数も多いので、まあ、ここでね、プラチナ選手パックが何枚か取れたら結構大きいんですけどね。はいはい。はいはい。まあ、こんな感じですね。まあ、あとはまあご自身で確認していただけたらと思います。じゃあ、ちょっと選手の方見ていきましょうか。ね、まずは、コンテンダーの方から見ていきましょうか。はい。1人目ですね。クリス・バシット投手。トロントブルージェイズの先発ピッチャーですね。はい。この方、そうですね。僕、ちょっとまあ、目に光るものが1点あって、カーブとスライダーがめちゃめちゃ遅いんですよ。カーブ114キロ、スライダー122キロといった形で、それでもってストレート、シンカー、カットボールがあるので、このピッチャーも試してみても面白いんじゃないかなっていうふうには僕は思いましたね。うん。まあ、こんだけ遅いカーブはやっぱ魅力的だと思うので、うん。まあ、僕は使ってみたいなっていうふうには思いましたね。はい、2人目、千賀滉大投手来ましたね。だいぶ能力を上げての登場じゃないですか。以前が、うん、まあ、オールスターに比べたらだいぶ能力を上げて登場してるので、だいぶ当たりじゃないかなというふうに思いますね。まあ、球速もそんなオールスターゲームと変わりないですけど、能力爆上がりしましたよといった形ですね。うん、千賀投手のファンも多いと思うので、まあね、この千賀投手も、まあ、当たりじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、フォークがね、もっとお化けフォーク並みにガツンって落ちるんかどうかをちょっと知りたいですね。以前と比べてどう変わったか。当てた方ちょっと僕に教えてほしいですね。はい、続いて3人目、ボビー・ウィット・ジュニアですね。カンザス・シティ・ロイヤルズ、ショートストップですね。はい、ボビー・ウィット・ジュニアはですね、まあまあ以前もね、確か POM 出てましたね。で、出てたんですけど、に比べたらだいぶ脚力、盗塁を上げての登場といった形で。なので、まあ、今、ショートの現環境として、やっぱ、タティス、で、トレイターナー、ボービセットかなって形で、やっぱ結構ね、人気選手が多い中で、はい、ボビー・ウィット・ジュニア、まあ、この脚力で、この盗塁の高さなんで、ショートいい人がいないよって方は、ボビー・ウィット・ジュニアを、まあ、移籍市場で買うなり、うん、使うなりしてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたね。何せ、今からが楽しみな選手なんで、ボビー・ウィット・ジュニアは。はい。なあ、もう何年後からしたらもっとすごい選手になってると思うので、来年にはもうオール MLB とかで出てきてほしい選手の一人ですけどね。はい、続いて4人目、トミー・エドマン選手、セントルイス・カーディナルスですね。セカンドベースマンで。はい。まあ、この選手は打撃はね、そんな言うほど高いってわけじゃありません。はい。まあ、何が光るポイントかって言ったら、まずは走塁ですよね。脚力が127と、で、盗塁が91と、うん、脚力においては何の文句もないといった形で。で、あと、これですね、ユーティリティ。トミー・エドマンはね、まあ、セカンド、ショートがまず守れるといった形で、センターも恣意適性あるんですよ。まあ、恣意適性はね、まあまあ、そこまで、まあ、ファインプレーとか生まないかもしれないですけど、まあまあ、守れる。まあ、守れる、まあ、適性、恣意適性だと思ってますので、うん、まあ、このユーティリティさと、この脚力の速さを入れたら、まあ、トミー・エドマンもね、まあ、控えに置いとくのもありなんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね。はい、このコンテンダーからラストですね、カルロス・サンタナ選手。カルロス・サンタナ選手はミルウォーキー・ブルワーズからと、あと、ピッツバーグ・パイレーツ、
2つから登場してますので、能力はもう点で変わりないのでね。はい。どっちを取ってもまあいいんじゃないかなと思いますけど。はい。サンタナ選手ですね。まあ、ミート、そして脚力的にはちょっと低いかもしれないですけど、まあまあ、まず守備送球がまず高いっすよね。やっぱり。やっぱ守備が上手いっていうのと、あとパワー、まあ、選球もね、高いので、今このリアタイの現環境において、僕正直ミートより選球の方が大事なんじゃないかなと、個人的には思ってるんですよ。うん。まあ、選球というのはもういわば、パーフェクトピッチされたら結構点滅で見づらい感じになると思うんですけど、そう、点滅の秒数を減らすと。なので見やすくなりますよといった形なんで、僕の中ではミートより選球の方が高いのを選ぶのも越したことないんじゃないかなと僕は思うので、うん、このサンタナ選手もね、全然外れじゃないと思います。まあ、我らがブルワーズなんで僕は取りに行きたいと思いますけどね。はい。こんな感じでコンテンダーは5人でしたね。じゃあ次、ウィナーの今年大活躍の7人ちょっと見ていきましょうか。まずはピッチャーの方から見ていこうと思います。はい。まず1人目ですね、大谷選手。いや、えぐいよね。いや、もう何がえぐいって、まず能力がバカ高いんすよ。もう9位に至ってはやがて100乗るよって感じやからね。9位変化に関しては。はい。まあ、それでいてね、シンカーまで登場してしまいましたよと。これどうするよ。もう手つけれないでしょ、こんなの。いや、この大谷さん当てた人はマジで神引きやと思う。本当に。うん、羨ましい。僕も欲しいですからね。選手パック出たらすぐ狙いに行きたいレベルなんで。うん。まあ、でもね、まあ、カーブがちょっと消えてるんですよ。ちょっと、なんかタイミングを外す球が1個減っちゃったんですけど、まあ、でもね、まあ、ストレート、シンカー、カットボール、そしてスライダーですね。あとスプリットもですね。まあ、どれを取っても大谷投手からしたら一級品だと思うので、僕は当たりだと思いますね。てか、めちゃめちゃ欲しい、僕は。ていうか、写真かっこいいっすね、マジで。登場してきた中で一番かっこいいんじゃない？マジで。僕はまず欲しいですね、この大谷選手は。はい。はい、続いて、ブレイク・スネル投手、サンディエゴ・パドレスの先発ピッチャーですね。ていうか、あれですね、OVR が89なってんねや、もう。いや、すごいな。大谷さんもやった？あ、89やわ。まあ、OVR ってこの右上の数値ですね。一番高くて最近まで87やっけ ?88 か。が登場したんですけど、いとも簡単に超えてきたと。えぐいな、マジか。インフレが巻き起こってるからね、マジで。はいはい、ブレイクスル投手。まあ、能力こそ高いですけど、まあ、この球種、変化球的には僕は使わないですかね。まあ、でもね、サンディエゴ純正の方も多いと思うので、まあ、このスネル選手、間違いなく僕は当たりだと思いますけどね。はい、続いて、ゲリット・コール選手ですね。ニューヨーク・ヤンキース、先発ピッチャーですね。はい。もうこのゲームのメインキャラ、みたいな感じですからね。はい。コール選手、まあ、能力高いね。制球、球威、変化、ともに90超えてくると、いった形でね。まあ、低い数値がないってとこがまずすごいよね。で、変化球は、シンカーがないのか。だから、まあ、スラカットでの勝負。で、ストレートでカーブやな。まあ、球種的には、僕は、そんなにかなって思いますけどね。まあ、でも、コール選手、ニューヨークヤンキースなんで、もし当たった方がいたら、多分市場で高く売れると思うのでね。ヤンキースファン多いので、うん。いらない方は、市場でね、高値で取引するのもありじゃないかなと思いますけどね。OK です。次、バッターじゃあ見ていきましょうか。はい、一人目、ロナルド・アクーニャ選手、アトランタ・ブレイブスのライトフィールダーで登場しましたね。まあ、まあそうっすね。まあめっちゃ高いんですけど、まあ他の選手とかに比べてみたら。まあ何が気がかりかって脚力っすよね。もっと高くてもよかったんじゃないかな、アクーニャ選手は。113か。今ね、なんか140とかの脚力が出てきてる選手が多いだけに、この脚力はいかがなもんかなと思いますけどね、僕は。うん。まあでも、盗塁高いですね。盗塁93なんで、まあこの脚力でも間違いなく成功はするでしょうけど、まあもっとね、記録作ったアクーニャなら高くてもよかったんじゃないかなって僕は思いますけどね。はい。まあでね、打撃能力も全然高いですね。ミパ97と。守備がちょっと低いっすよね。まあこの辺のね、まあ間違いなく次オール MLB で出てくると思うので、アクーニャ選手。どんな査定で出てくるかっていうのがやっぱ楽しみですよね。はい、続いて、バッターの大谷選手ですね。いや、もうなんで？
えぐい。いや、めっちゃすごいや。もう、ミパ 99? で、1997? いや、バケモンっす。マジでバケモンです。これ、ありえないっす。で、盗塁89でしょ?いや、これ、やばいな、マジで。大谷選手 DH なんでね、守備送球はもう見なくて結構なんで、いや、これやばいな。この前ね、ベストバッターの大谷選手が出てたんで、パワーが100超えてるわ、絶対欲しいって言ってゲットしたのに、これが出てきたらもう、いやー、しかも写真もめっちゃかっこいいし、えぐいかっこいいやん、大谷さん。いや、ベストバッター売ろうかな、もう。いや、まあ、もう、まあ、結論、最強です。間違いないです。僕もね、この大谷選手も本当狙いに行こうかなと思ってるぐらいなんで、いやー、もう、迷いの種やわ。もう、どうしようかな。今後、オール MLB 出てくるし。でも、この大谷さんもかっこいいし、もうピッチャーの大谷さんも欲しいし、もう、たまらんわ。はい、続いて、コービン・キャロル選手、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのレフトフィールダー。はい、ナ・リーグの新人王ですね、キャロルは。はい、ダイヤモンドバックスをワールドシリーズまで、もう導いた選手なんでね、新人なのにね、結構すごいですよね。はい、で、能力ですね。まあ、打撃面においてはめっちゃ強いと思います。ミート94、パワー91といった形で。で、1985ですね、高いです。ただね、送球が72っていうのが結構気になりますよね。早球目、肩はそんな強くないってことなんかな。うん。まあ、でも、まあまあ、ね、このキャロル選手、脚力141、で、盗塁93と、もう早球全然目つぶれます。それぐらいすごいんでね、しかもね、レフトとライトの S 適性なんで、まあ、二つポジション守れますよと。まあ、センターにも D 適性あるんでね、なんやったら。いや、このキャロル選手も間違いなく当たりですね。左打ちが打ちやすいって方は、このキャロル選手、間違いなく当たりです。大当たりだと思います。で、以前キャロル選手が出てきた時、まだ能力が高くない時点で、キャロル選手が打ちやすいって方も何人かいたんで、まあ、いかんせんこの脚力とこの守備、で、この打撃力やったら、まあ、絶対ね、まあ、欲しい人多いやろうね、間違いなくね。はい、ラスト、ガナー・ヘンダーソン選手、ボルチモア・オリオールズのサードベースマンですね。はい。アリーグの新人王かな?今回ヘンダーソン選手は。はい。ヘンダーソン選手はね、以前もね、ベストバッターとか、で、PS スターズにも出てきてたんですけど、うん。まあね、打撃力まず、パワーが97と、結構高いんすよ。はい。で、まあ、守備88、送球92で悪くない能力ですよね。うん。で、ヘンダーソン選手のいいところは、まず、脚力が100超えてると。いうとこですね。脚力108と。で、サード、ショートの、S 適性といった形なんで、内野のね、サード、ショート2つできますよっていうのは、僕、ヘンダーソン選手以外ちょっと思い浮かばないので、まあ、だいぶね、ヘンダーソン選手も、うん、当たりだと僕は思ってますね。はい。まあね、言っても、ボルチモアをね、リーグ優勝まで導いた選手なんでね、だいぶ僕は強いと思いますけどね。はい、ということで、選手何人か見ていきましたけども、やっぱすごいね。ウィナーの7人はやっぱすごいっすね。だいぶ高い能力で登場してたんで、特にね、大谷選手はマジで欲しい。もうどっちも欲しいですね。ピッチャーもバッターも。もう機会があれば早速狙っていこうかなと思ってるんで。はい、といった形ですね。今回じゃあ選手紹介という形で以上となります。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。